ありがとうごこんにちは、ズイコです。それでは今回なんですけども、キャッシュが2020年からついにコンタクトレス決算に対応かということで、今回はビザプリペイドカードのキャッシュの話題についてサクッとお伝えしていこうと思います。 一応、おさらいがてら知らない方のために、キャッシュって、ま、どんなカードか、簡単に説明すると、プリペイドタイプのビザカードとなっています。ネットショッピングでも使えるバーチャルカード、実店舗でも使えるリアルカード、そしてクイックペイでも使えるというような感じの、ま、優秀なカードですね。ま、カード自体は1分ぐらいで申し込みができて、年会費が0円。 審査なしでも持つことができます。還元率はバーチャルカードのみの方だと0.5%還元。そしてリアルカードを発行されている方の場合は1%還元となっています。このキャッシュにチャージするときも他のクレジットカードと組み合わせて特定のま、重取りができたりとか、あとあの折り紙ペイと組み合わせて利用されている方も結構いらっしゃると思います。ここまでがざっとキャッシュのおさらいですね。それでは本題に戻りまして、僕のツイッターをフォローしていただいている方であればご存知の方も多いと思います。 キャッシュに今出てる発表がありました新しいキャッシュカード始まる2020年進化したカードが登場ということですねロゴも黒くなっててなんかかっこいいですよねちょっとあの左上にちょっと黒く出てるんですけどもいやもうこれ突如として出てきたのでちょっと個人的にびっくりしましたで発表された公式ページには特に詳細は出てなかったんですがなんかこうにそれを匂わせるような一応こんな風にも出てるんですけどもまあ、ちょっとそれぞれ読んでいくとですね上からそのカード のの自由とデザインデザザイインンされたおお金金未来ををを払ういや、これらのフレーズは本当何かをこうすごく匂わせてる感じがします。そしてお気づきの方も多いと思うんですが、こちらの画像ですね。ちょっとこれまあスマートフォンの画像なんですけども、この画像から推測できることが2つほどありますよね。それがまずこちら IC チップですね。まあ今のキャッシュのカードには この IC チップは搭載されておらず、この画像から見ると IC チップらしきものがあるので、もしかするとまあ2020年から登場するキャッシュのカードにはこの IC チップが搭載される可能性というのは高そうですよね。まあちょくちょく僕の動画のコメントでもいただいてたんですが、キャッシュにはこの IC チップがなかったので、まあ利用されることをですね、懸念されている方もちょくちょくいらっしゃいました。なのでまあセキュリティ面に関して安心する材料というのがちょっと増えますよね。次にこちらのマーク見たことありますかね よく最近耳にすることが多くなったコンタクトレス決済もしくはもうタッチ決済とも言ったりもするんですけどもそれがもしかしたらこの新しくなるキャッシュのカードに搭載される可能性もあるということですねこのタッチ決済のいいところっていうのは決済スピードをめちゃくちゃ速いですしまあ国内はもちろん海外でも利用ができるということですねこれまた魅力的ですよねあとはまあ個人的には本人認証サービスのまあ 3D セキュアがまあこれがどうなるのかっていうのはちょっと気になるところではあります ちなみにキャッシュの公式ページにはこのように新しい情報をもらうためにメールアドレスを登録することができるようになってるんですがもうこれがですね今日からかなり盛り上がってるみたいで登録を希望される方は今ちょっと赤く出ててまあ小さくて申し訳ないんですが11月の28日木曜日からできるみたいなのでそれまでお待ちくださいけどですねここでちょっと気になるキーワードがありましてここですね 発行開始日、価格などの詳細情報って出てるんですよ。価格情報、ムムムって一緒になったんですが、発行手数料のことなのか、年会費のことなのか、これもしかしたらキャッシュのクレジットカードになるのかっていうのがちょっと気になりましたね。まあぜひですね、この動画を見てくださってる視聴者さんの、まあ、予想などありましたらぜひコメントください。 まあそんなこんなで今回は短めではあったんですけども、ビザプリペイドカードのキャッシュについてお伝えさせていただきました。まあ最初の頃に比べて還元率はキャッシュは下がったんですけども、なんちゃかんちゃ活躍する時があるので、やっぱこうキャッシュって便利ですよね。しかもつい先日もゲリラ的に抽選のキャンペーンもあったりするので、まあここ最近のキャッシュの動きっていうのはちょっと面白いですよね。ちなみに YouTube に関しては発信するスピードがちょっと劣ってしまう場面もあるので、まあぜひですね、僕の Twitter アカウント下の概要欄に貼ってます。そちらもフォロー ししていいただければなるべく早く早新しい情報ですね皆さんにお届けできるようにつぶやいてますのでぜひ皆さんからのフォローを待ちしておりますということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました